はい、どうも、トラキチの無課金覇王ロード阪神純正編です。今日でのウィンが、613日目ですね。はい、現在2021年2月19日の、15時12分なんですけども、今回はですね、A ランク契約書をまず1枚開封して、これですね、はい、A ランク契約書1枚開封して、その後に A ランク自重ミキサーをね、2回したいなと思ってます。はい、その前に講座の達人ですけども、あと2日と23時間、あと丸3日残ってるんですけども、現在の進行状況ですね。現在が、これかですね、累計達人ポイントが5万3300ということで、今のところエナジーはまだ一つも使ってないですね。はい、使わずに行ってます。制覇報酬で、中級ミッションがあと5つですね。あと5つで、まあ、中級ミッション終わりますんでね、これで A ランク自身も客車もらえますんでね。まあ、この辺きっちりもらっていきたいなと思ってます。今のところ一応エナジー使わず行ってるんでね、まあ、使わんといけれるだけ行こうかなと思ってます。はい、クリア報酬の方でまだちょっと契約書この辺は来てないですね。はい、エナジーとかコインとかスカウトポイントですね。はい、今のところそういう感じです。はい、エナジー使わんと今5000、何だったかな、5万3300ですね。はい、そういう感じです。それではまず A ランク契約書ですね、開封したいなと思います。1枚だけなんですけどね。はい、コーダの達人1101001000、まあ、2万達人ポイント達成の報酬ですね。はい、まあ、このアカウント阪神純正だけでやってますんで、阪神の選手来てほしいなと思います。お願いします、阪神来い。さあ阪神来るか、来てくれ。堂林選手ですね。はい、広島ですね。はい、中京大中京ですね。はい、うん、阪神は来ない。はい、それでは、A ランク自重ミキサー行きますんで、欲しい選手確認しておきます。まあ、もちろん阪神で行くんですけども、もう欲しいのはもうこの小畑選手ですね。はい、シリーズ2の、S ランクを持ってまして、A ランクが1枚もありませんのでね、ぜひ欲しいなと思ってます。1枚でも2枚でもね、欲しいです。あと、まあ、馬場選手も S ランクは持ってない、馬場選手は S ランク持ってないんですけど、A ランクは4枚しかないんでね、5枚にしときたいなと思ってます。この2名狙いですね。はい、まあ、だいぶ確率低いんですけども狙っていきたいなと思います。それでは A ランク自重ミキサー2回いきます。下からいきましょうか。糸原選手いるんですけど、まあ、今回は入れないでいきます。 1,2,3,4,5 枚、小畑選手か馬場選手、中でも小畑選手来てほしいです。いきます。小畑選手来い。とりあえず1枚目で来てほしい。さあどう、小畑選手か馬場選手、来い。あー、梅野選手か。まあ、梅野選手はね、結構 A ランク持ってますね。はい、うん、なかなか難しいな、やっぱり。ちょっとね、確率低いんでね、無理かな無理な気がしてきたな。じゃあここからいきましょうか。はい、この5枚でいきます。今取った堂林選手も入れていきます。小畑選手か馬場選手ですね。はい、来てほしいです。いきます、来い。来てくれ。さあ小畑選手か馬場選手、来い。来てくれ。おお、糸井選手か。糸井選手ね、はい、まあ、糸井選手もあの称号を持ってますね。うーん、やっぱり難しいですね、もうこの辺来るとなかなか欲しい選手取るのはちょっとやっぱ難しいな。まあでもね、狙っていきたいんですけどね、まあしゃあないですね。はい、はい、まあ今回こんな感じですね。ちょっとA ランク自陣ミキサー2回 やりましたけどね、ちょっと小畑選手も馬場選手も出ずということで、まあ、非常に残念ですけども、まあ高打の達人ね、あと丸3日ありますんで、今のところエナジー使わず行ってますんでね、まあ使わずいけるそうであれば使わずいきますし、使わんと いけなそうであればエナジーも使いますけど、まあ、とにかく累計は全部もらいたいなと思ってます。はい、
そういう感じでいきたいなと思ってます、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金派オーロード阪神純正編でした。